ここは 12GT がもう一回入りますね。はい、12GT のドライバー、準備の方お願いします。まもなく、コースオープン、コースオープン3分前ですね。12分の 1GT クラスのドライバーの方、準備の方お願いします。コースマーシャルは先ほど走られました12分の1モディファイクラスコースマーシャルとなります。感謝です。はい、穴原くん、ちょっといいですか。さあ皆様のご協力でオンタイムで本日ホワイトストーン EPSJ シリーズ第3戦迎えております。やってますよ。さあトップのしのみ、全日本に向けて GT42、 そうですね、今井マンがトップですからね。手抜いてるんですか、三味線ですか、バランバラン。はい、それではコースオープン、コースオープンとなります。12分の 1GT クラスコースオープンとなります。ドライバーの方、準備のお願いします。はい、コースマーシャルは、最終ヒート、ハヤトはなんかカツカツそうなので、誰か手が空いてる方、ポンダーチェック、あとは今井、小森、末吉さんはキャンセルか、失礼しました。今井マンとこたつファクトリーのみ。はい、手大丈夫なの。はい、あと小森さん、こたっちゃん、はい、返事ありました、ありがとうございます。大きな返事ありがとうございます、こたっちゃん。さあ全車ポンダーチェックは OK です。おっと、ここで川崎さんかな、あれは。ちょっと待ってくださいね、今小森さんが準備してますんで、選手の方もうしばらくお待ちください。スタート順はまだ出てない、あ、ダメなんだ。はい、これでポンダーは確認取れました。スタートオーダー、今井、篠宮、川崎、小森で、末吉キャンセルの高野、以上5台。はい、それでは準備が整いました。本日最終ヒートですね、予選3回目最後行ってみたいと思います。12分の GT スタート5秒前。1コース、2コース、3コース、4コース、5コース。全車計測開始。さあ、続々と1周目を回ってきて、10秒台が1、2、2台か。そうですね、10秒台で帰ってきたのが2台。その中トップは
さあ2周目で篠宮選手がトップ、篠宮、今井、高野、川崎、小森のオーダー。さあトップはラジコンマン今井浩二、10秒168、篠宮10秒、おっとここで高野選手がベストラップ更新、10秒フラット、総合3番手。さあオーダーの5周を回ったところで、さあここでトップに出たのが篠宮選手、篠宮、今井、高野、川崎、小森のオーダー。さあ篠宮のボディカラーは、グレー一色コース中央、さあ対するラジコンマンはホワイトピンクコース中央から右手セクション。さあ3番高野選手は、ホワイトレッドコース中央試験員の右手セクションのマシンが3番手。さあトップと2位との差が 0.5 秒差。さあここで2番手入れ替わった、2番手に高野選手。さあ高野選手が2番手に上がると熱い声援がきます。さあ2番手高野、3番手今井、さあ小森選手がちょっとハーフスピン。さあトップと2位との差が 0.8 秒差、トップのマシンがコースバックストレートですね、入ってます。川崎選手の後ろに来たマシンがレースリード、ありがとうございます。さあ篠宮、今井、高野、この辺りが非常に急接近。さあ11周目で篠宮、今井の差が 0.2 秒差、ベストラップは今井選手がなんと9秒台、9秒943でトップ。さあこのクラス9秒台はただ1人、ラジコンマン、御年50歳、頑張れ今井マン。ホワイトピンクのボディカラーコース中央から、センターセクション高速試験。さあトップと2位との差が 0.3 秒差、しかし13周目で入れ替わったかな、次14周目見てみましょう。そうです、入れ替わりましたね。トップが篠宮、2番手今井、3番手高野、4番手小森、5番手川崎。さあトップと2位との差が 0.2 秒差、レースの方が2分30秒、経過残り2分30秒。そうですね、このままいくと逆転 TQ で篠宮が TQ。さあ高野選手がちょっと若干遅れて3番手。さあ1位と2位の差が 0.2 秒差、2位と3位の差が 1.2 秒差ぐらいでしょう、 1.2 秒差。さあレースのは3分経過、残り2分。さあトップの篠宮のマシンはどこだ、現在バックストレートから計測ラインコース中央から高速試験に行くのが現在レースをリード。さあ2番手のラジコンマンピンクのボディは現在バックストレートからインフィールドコース中央に行く白ピンク。さあレースのは3分30秒、残り1分30秒。さあここで20周を各選手がクリア。さあとここでこのボディカラーは川崎選手のボディですねが点灯。さあここで22周目入れ替わりましたね、ラジコンマンがトップ、その差 0.03 秒差、100分の3秒差。さあこのレースのトップゴールが TQ ですね、 TQ 争いは今井篠宮の戦い。さあ頑張れラジコンマン、ラジコンマン今の周10秒3、篠宮10秒2、その差 0.2 秒差、4分経過、残り1分、残りレースの方は1分。さあ篠宮がここで10秒フラット、ラジコンマンとの差が、おっと25周目でその差がほとんどなくなった、26周目どうだ。さあ26周目で逆転、篠宮が前だ、 0.1 秒差前、レースの残り30秒。さあ篠宮とラジコンマンの間に入っているのが高野選手、あーコース中、はいちょっと入って、残り10秒。その差 0.1 秒差、おっとここでラジコンマンがミス、痛恨のミス、これは痛い。さあここで大時計の方は5分、ゴールと言われるまで走行続けてください、今井ゴール。川崎、高野ゴール、篠宮ゴール、あとは小森、全車ゴール、全車ゴール、逆転 TQ ですね、篠宮選手が本日の 12GT トップクオリファイ、おめでとうございます。
東京から遠路はるばる朝4時に起きても TQ、 お疲れ様です。さあ続いて12分の1ストッククラスに移りたいと思います。さあ今トップゴールのしのみで30周ですね。さあごめん失礼しました。続いて F1 でしたね、申し訳ないです。 F1、F1 第1ヒート、ドライバーの方はコスケ、俺の F1 グリップ台乗って、ありがとうございます。僕ね、僕だ、業務連絡、石岡さん、F1 クラスになります。はい、トランスポンダーの確認、全車 OK です。それでは先ほど走行された方、コースマーシャルお願いします。 12GT の、走られた方、コースマーシャル入ってください。はい、それではそろそろ時間になりますので、グリッドの位置まで車を持ってきてください。誰か並べてあげてください。遠藤君、穴原さん、高瀬さん、尾崎さんの順です。遠藤、穴原、高瀬、尾崎です。はい、スタート順、遠藤、穴原、高瀬、尾崎の順ですね。さあ現在この日と遠藤和樹が全体の5番手タイム、穴原が6番手タイム、高瀬選手7番手、尾崎選手8番手につけております。あ、そっか。それではスタートしたいと思います。スタートコール入ります。遠藤スタート、穴原スタート、高瀬スタート、尾崎スタート。さあ全車計測を開始しました。さあ全体の5番手につけております。一つでも順位上げてこれるか。現在その一つ上にいるのが、さあ高層な、あーっとハイサイドした、ダッシュダッシュ。さあこれでまず順位を落とす形、遠藤和樹、ここから巻き返せるか。さあここでトップに立ったのが穴原、さあしかし違う、トップに立ったのがフェラーリだ。高瀬、群馬から来た高瀬がトップに立った。さあ3回目に向けて高瀬も車が仕上がってきたか。10秒75のベスト。さあ今度は穴原がこけた、鋭いキャンバーがついてて腕でカバーすると言ってた割には大したことない穴原、全くカバーできておりません。さあここでスーパーラップを叩き出したのが遠藤和樹。さあ自己ベストを大きく更新する10秒3まで来ました。さああの一度のロスを戻せるか、10秒3まで上げて遠藤、トップはフェラーリ、高瀬、高瀬が現在レースリーダー、今ストレートを走行しております。高瀬のマシンもインリクトしている。穴原のベストが10秒60、尾崎が11秒63、高瀬10秒75。さあ遠藤和樹が依然10秒中盤で走行、あっとトップの高瀬がミスった。これでトップ入れ替わるかどうだ。遠藤和樹今通過、
さあ高瀬もこれで通過でさあこれで遠藤和樹がトップ、遠藤和樹がレースリーダー。さあ一度大きなロスがありますがここから取り戻せるか。最新ラップ10秒5、まだデフが滑っているのか。さあこれをメンテしたのが穴原雄一ですがまだデフの締め付けがまだ緩いようです。穴原雄一はマシンストップ、あ高瀬もちょっと厳しくなってきたか、ハイサイドしている。高瀬も10秒75とベスト上がってきております。決勝に向けて頑張ってほしい。折り返しです。トップが今、はい、なかなか譲るのが難しいところ。穴原はマシンをストップしております。トップ今前方クリアになっている遠藤和樹10秒88、ベストが10秒37。 OKOK 危ない、おありがとうございます。遠藤10秒7。さあそれではまた総合順位は一旦穴原の後ろに下がっているんですが、さあここで5番手の予想ゴール、5番手だと B ポーという情報があります。勝ち上がるのはめんどくさいのでなんとかサクッと4番になりたいんですが、スタート直後にさあ大きなロスタイムを抱えた遠藤和樹、最新ラップそれでも10秒5で走っております。ここも10秒5。さあ残り時間が1分15秒、ここもここは10秒4、かなり攻めております。その後ろが2番手の高瀬、残り1分。ありがとうございます。10秒60、残り45秒。10秒49に戻した。10秒44、ほぼベストラップに近いところで走行している遠藤和樹、残り時間が30秒。尾崎のベストが11秒56。さあ尾崎残り10秒、遠藤和樹28周目、29周目は届かない。さあここで全車ファイナルラップに入りました。尾崎はここで5分、これがゴールになります。さあ遠藤ゴール、遠藤ゴール、はい、高瀬ゴール、高瀬ゴール、残るは尾崎、はい、前者ゴールになりますね。このヒート遠藤和樹トップゴールですが、さあ前半のミスが響いてタイム更新できず全体の5番手、穴原は全くダメダメで順位上げられず6番手。高瀬前半は良かったもののさあ26周の5分3秒、尾崎選手もタイム更新できず、さあこれで F1 クラス次のヒート走る選手が全員 A メインが確定ということになりますね。第2ヒートの選手はまだ滑ってない、そうでもないんだ、ブレーキね、3まで行きましたよ。いや マイパック上がってますから、マイパック上がってますよ。まあよしよしよし、次ワールド GP が控えた、忙しいですか。5台出してるんでしょ。ワールド GP は全部だね。モデファイで7台出せると危ないよね、ここね。危なくないんだけど、さあ F1 クラス小笠原選手 OK です、モンダーチェック OK です。
ハヤト選手 OK です。現在全体のトップはトト、2番手がハヤト、3番手にコウスケ。さあハイサイドが抑えられるかどうかですね。その中トトのマシンは全く転ぶ気配もなく抜群に走っている。横物 YRF、 ポンダは全勝 OK。 林選手がまた戻った。キャンバーの調整に入っております。 CRC のいいところはタイヤを外さなくてもキャンバー調整ができるというところですかね。これは一つの売り手もありますが、トト選手はもうそんな調整は一切なしと。さあ決勝はこれトトが TQ 取った場合でも北川直也が決勝をドライブするという情報は流れておりますのでね、誰も抜いちゃいけないんですよね。ハンデ付きですね、いわゆる川田さんのハンデキャップレースですね。さあスタート順、トト、ハヤト、コウスケ、小笠原でいきます。さあ地元の声援の中、小笠原どこまでいけるか。いきます、スタートコール入ります。トトスタート、ハヤトスタート、コウスケスタート、小笠原スタート。全車計測を開始。コウスケがハイサイド。さあこの路面ちょっと CRC のマシングリップが高すぎるのかな、逆に。いやもうトトこれ路面が上がるにつれてどんどん吸い付くように走っちゃってますね。これどうにもならないぞ。これフランクがいたらどうすればいいんだって始まりますよ。これなんと江袋トト選手もうタイムがおかしいですね。9秒69です。北川さん9秒69早い。やっぱりマシンじゃなくてドライバーチェンジだね。だってこの差があったら北川の矢さんの実力があれば3位ぐらいでゴールできるんじゃない。さあ誰だ、コウスケか。コウスケはだいぶ苦しんでいる。さあ2番手ハヤト選手ですがここで2秒の差をつける。 F1 ではもう敵なしといったところ、 EPSJ では素晴らしい。2番手ハヤト選手、3番手に小笠原選手ですね。小笠原選手のベストが10秒26、コウスケが10秒32、ハヤト選手はほとんど10秒フラットで走行しているんですが、トト選手がほとんど9秒8で走っているので毎週コンマ2秒引き離すという、横本としては最高の展開ですね。北川さん、この開発者がどうやら北川直也さんという情報も流れておりますが、しかしその本人は全くレースに出る気なし、どういうことなんでしょうか。トトずっと9秒8、ハヤトずっと10秒フラット、頑張ってもコンマ2秒ずつ離される、辛い展開。ハヤト選手も9秒9は出ているんですがそれでは届かない。2台が抜け出ていますがその2台の中でもトップはさらに抜け出ちゃっている感じ。折り返し依然9秒8、ハヤトが依然10秒フラット。ハヤトもここでまた9秒台に戻すがトトは軽く9秒8。3番手の小笠原選手のベストが10秒2です。小笠原選手の、ありがとうございます。小笠原さんが10秒2。小笠原選手は頑張ればコウスケの上に行きますよ。これさあトップトトはもうただ一人31周ペース、ハヤトが30周ペース、30周オーバーはこの2名のみ。そこで地元小笠原、さあ地元勢の応援の中どこまで行けるのか。最新ラップも小笠原選手10秒3、ほぼベストに近いタイム。残り時間1分30秒、トトは依然9秒9、止められない、これは止められない。ハヤト頑張って10秒フラット、
コウスケ10秒後、コウスケもやっと落ち着いてきたか。コウスケのベスト10秒31です。さあ早田選手依然10秒フラット、トトは依然9秒8、どうにもならない。チーム横も強し、強い。今日は機嫌がいい。夕飯は多分チーム横間がおごってくれることでしょう。褒めまくります。 YRF 最高、こんな素晴らしい車を作った北川直也に感謝です。感謝感謝、拍手も出ております。これでもよく、もうお昼も買ってきてもらってもいいですよ、全員分。さあトップトト依然9秒フラット、2番手ハヤト、今ハヤトがここでコントロールライン通過、依然10秒フラット、決して10秒フラットは遅くないんですけどね、それ以上にトップが速い。コウスケ後ろでベストは上がってきました。10秒1、トップと2番手5秒差、何もなくて5秒、本当に1周コンマニーずつちょっとずつ差をつけていくだけ。ラップだけは避けたい隼人、ラップはされないですね、残り時間が20秒あります。さあ隼人選手がこれで30周目に入っていますが、トト選手は31周に入ってしまった。ここで5分、さあまずこれで、あーゴールしてない、最終ラップでやってはダメだ、全日本に向けて。はい、トト隼人ゴールです、トト隼人ゴールです、全車ゴールです。なんとトト選手またまた31周の7秒 TQ。 さあまもなく遠藤和樹の TQ インタビューがある。たまらず遠藤和樹、やらせろと、やらせろと、うん、やらせろと。小笠原さんもやってみてください。小笠原さん、小笠原さん、どこ行っちゃったのかな。同じ YRF でしょ。さあ今、ちょっとね、もう早くもレース終わってないんですが、試走タイムが始まっておりますがね、その隙にワールド GT の方も準備お願いしますね。小笠原さん2周だけやってみてください。早さんもういいんじゃ、早さんやらなくていいんじゃないですか。早さんわざと壊しに入るか、ストレートエンド。あら、あれ北川奈の前に突っ込んじゃえばいいのにね。ごめん、あのぶつかる前からごめんって言いながらストレートでごめんっていけばいいのに。はい、早さん終わりです。早さんちょっと岡田さんに1周だけ、同じ車なので何が悪いか、何これ。はい、小原沢さん反省して戻って直してください。はい、ワールド GT です。北川さんちゃんとユーザーサポートお願いしますね。自分のチーム員だけが知ればいいんじゃないんですよ。はい、使ってる方全員にちゃんと情報を流して。まあ、ちなみに小笠原選手もチーム横もなんですが。はい、ワールド GT クラスです。今井さん、はい、ホンダの確認お願いします。佐藤さん、小森さんは確認取れてます。今井さん OK、 末吉さん OK、 荒原くん OK、 はい、全車ホンダ OK、 川崎さんは今回もキャンセルで、6名による予選3回目です。
さあ現在、暫定トップ今井選手、このまま、TQ ゲットなるか。末吉選手が2番手、小森選手3番手、穴原選手。はい、それでは、スタート順が今井さん、末吉さん、小森さん、遠藤さん、穴原さん、佐藤さんの順でスタートになります。先ほど走られた選手、コースマーシャル、トト言ってるね、OK、OK、ハヤト、OK、コースケ、OK、 合ってる合ってる、それ後ろに穴原、オレンジ、それ佐藤さんのが後ろ、はい、はい、揃いました。それではワールド GT クラスの予選最後になりますね。第3ラウンドスタートコール入ります。今井スタート、末吉スタート、小森スタート、遠藤スタート、穴原スタート、佐藤スタート。さあ6台が計測を開始。今井浩二1周目から飛ばしてくるか。10秒フラット、1周目トップで戻ってきたのはなんと遠藤和樹。オープニングラップを取ったのが遠藤和樹。さあ2周を終えて今度は今井浩二。さあこの、おっと浮いてる。第3ラウンド順位が一気に変わってきそう。さあこの第3ラウンドが一気に遠藤和樹がトップ争いに入ってきました。はい、12GT で F1 決勝の組み合わせがあってあります。さあ遠藤和樹がトップ争いに来ている。ちょうど前方に小田選手が現れた。そしてトップの今井選手が、はい、これで前方クリアになった。ありがとう。さあ上位2台が前方クリア。さあなんとその間に入ってきたのが穴原雄一も入ってきた。おっと遠藤和樹トップ、遠藤和樹がトップに立った。さあこの男意外と空気読めない男と言われております。二三カップワールド GT 初回大会でなんと優勝してしまった遠藤和樹。レース始まるとスイッチが入ってしまう遠藤和樹。9周終わっても遠藤がトップ、2番手今井。遠藤和樹さらに全体の TQ ペースで走行。さあなんと穴原が3番手、こたつ4番手。さあ地元末吉が5番手に落ちている。佐藤選手も6番手。依然全体のトップできた遠藤和樹。さあ突破前方クリア。さあそれにぴったりついていくのがこたつ選手。さあいいペースについていく、こたつがついていく。ペース変わんないぞこたつ選手。さあこのヒートのベストラップを取っているのがなんとベストラップは穴原雄一がベストラップを取っている。今井浩二が遠藤和樹のコンマ1秒後方、コンマ1秒差、遠藤 VS。 さあ今井まだ遠藤トップ、なんと穴原までがトップまで1秒ない。3番手穴原がトップまで1秒ない。その 1.9 秒後方に小田選手もつけている。さあ17周終えて、さあレースももう中折り返し、まだ遠藤がトップ、遠藤依然トップ。すごい接戦になっている。さあ遠藤がもし TQ を取ると TQ インタビューは誰がするんだ。トトがするのか。しかしトト頭が足りないので無理。トトさんなんといっても自社の F1 の名前がわからなかった男。さあトップはこの20周で遠藤和樹通過。依然遠藤がトップ、遠藤レースリーダー。浮いてる浮いてる、しびれる展開。コンマ3秒差、コンマ3秒差、残り1分半。この周回でも遠藤トップ。しかし今井浩二コンマ2秒後方、今井浩二コンマ2秒、穴原がその1秒後方につけている。穴原が3番手。さあ地元勢末吉苦しんでいる。ベストは9秒6と変わらないが、ここでなんと小達選手が全体のベストを取った。こたつが全体のベスト9秒51。遠藤和樹ここでベストラップを更新、9秒62。さあ今井浩二と遠藤和樹の差はどうだ。この時間で
コンマ1秒、コンマ1秒、今井浩二がほぼベストラップ出している。残り1分、このラップではその差を広げた。遠藤コンマ2秒、コンマ2秒、コンマ2秒差変わらず。さあ変わらないまま残り45秒、守れるか遠藤、逆転するか今井。穴原3番手、小森末吉、佐藤の順変わらず。30秒、やばい、100分の3秒、 0.05 秒差。さああとはもう人間力の戦い。遠藤ここでその差を広げた、逆に広げた、約コンマ2秒。さあどうだ、遠藤が今通過でコンマ3秒に広げた。さあ残りあと2周といったところ、依然全体の TQ ペース。遠藤さあ逆転 TQ なるか、コンマ1秒。さあファイナルラップ、ファイナルラップ、こたつまで31周に入った。今井ゴール。さあどうだ、最後遠藤滑り込んでくる、どうだ、なんとなんとなんと遠藤最終ラップで何かやった模様、全車ゴール、最終ラップで逆転、今井浩二が TQ、 遠藤何をやった、遠藤さあ激しいワールド GT、 今井が TQ、 遠藤が全体の2位、穴原が3番手でゴールしますが、なんとか末吉がその前のタイムで3番手、穴原が3位まであと1秒というところでしたね。はい、それでは12分の1ストックコースオープン、コースオープンです。このヒートは飯沼、尾崎、柴田の3名。さあこのヒートからタイムが非常に近い同士での組み分けとなっております。はい、コースオープン、ポンダーチェックを兼ねて、テストしてください。飯沼 OK、柴田 OK、尾崎 OK、 はい、それでは全車ポンダー確認が取れました、先ほど走られた、方、コースマーシャルお手伝いお願いします。アナル君並べてあげてください。イン側から飯沼さんですね、それですね。で尾崎さんが真ん中です、それが外側、うん、そうですね。はい、コースマーシャルの方、準備の方ラジコンマン大丈夫ですか。ありがとうございます。後ほど TQ インタビューいきますよ。それでは、準備が整…コースマッシュ多分連続の人もいるのかな、もしもお手つきの方いらっしゃいましたらお願いします。はい、篠宮さんありがとうございます。それではレースに移りたいと思います。12分の1ストック本日最終予選いってみます。 スタート5秒前、1コース、2コース、3コース、十分な間隔をとっての本日12分の1ストック最終ヒート、最終、ごめんなさい、最終予選スタートしてまいりました。全車1周回ってきたところでトップは犬間、10秒1で帰ってきた。さあ2周目早くも9秒台、犬間9秒76に、先ほどの2ラウンド目より見るからスピードが上がってますね。さあこの週も9秒645、さあ尾崎が10秒フラット、柴田が10秒3、さあトップをいく飯沼選手のボディカラーはホワイト、イエロー、グリーン、現在コース中央から右手コースコーナーへいくバックストレートのマシンが現在レースをリード。さあベストの方も9秒645と、今
若干ミス。さあこのヒート2番手の尾崎選手、尾崎選手のボディは、ブラック、イエローのストライプが入ったマシン、現在バックストレートが2番手、3番手柴田選手のマシンはコース中央から右セクション、 CRC バナーのところ、バックストレーティングホワイトのマシンが3番手。さあここで2番手尾崎選手もベストラップ更新、9秒948。さあ今の周も9秒974。さあトップの井沼選手は、ベストに近いラップですね、9秒665で、こう今そうですまだ8周目ですが、いいまだね前半なんでね言っても分かんないんですが、このままのペースでいけば総合3番手4番手、A メインタイムが見えてくるでしょう。おっとコース中央マシュル入ります、ラインは大丈夫です。はい、尾崎さんの後ろにトップが来ますね、井沼さんがトップです。さあ時間の方が2分経過ですね、2分経過残り6分。さあ前半の2分が終わったところで、オーダーは飯沼、尾崎、柴田。さあ柴田選手ももうちょっとで9秒台です、今10秒097。さあ飯沼選手は先ほどちょっとお話したところ充電の方法を変えたと言ってましたんで、ラップがどういう影響になるんでしょうか、いろいろ挑戦しているようです。さあ今の周が10秒258。さあ柴田選手も9秒台入りました、これで全車が9秒台、柴田選手9秒973、現在走られている3台が全車9秒台。さあしかし飯沼選手前半の初めの2分の勢いがガクッとなくなったか、どうでしょう、ちょっと見るからにスピードが一気に落ちたように聞こえますね。そうで10秒1ですね、やはりこのパワーの使い方ですね、こちらが非常に難しいこの12分の1ストック。さあ柴田選手大幅にベストラップ更新、9秒694でこのヒートでは2番手タイム、非常に速いペース。さあ今の周も9秒808、前半の2分は抑えてからの中盤後半の勝負なんですかね。さあそんな中時間は3分経過、残り5分。さあ飯沼選手もペースアップ、9秒892。さあ柴田選手も9秒973。さあこのおっとストレート大丈夫だ。さあオーダーの方は飯沼、尾崎、柴田、おっと回収大丈夫か、大丈夫大丈夫。さあ飯沼選手のマシンは大丈夫か、大丈夫だ。さあ柴田選手10秒29、飯沼10秒93、尾崎10秒67。さあ時間の方が間もなく折り返しの4分、さあここからが中盤戦、タイムを9秒台に持ってこれるか。さあ柴田が9秒89、おっとここでまた9秒90、柴田が9秒台を連発。さあ飯沼が10秒1、尾崎10秒1。さあ柴田が9秒94、さあ飯沼10秒43、尾崎10秒47、柴田10秒フラット。さあ今の周では柴田がこのレースの中で一番速かったですね。さあちょっと気温が上がってきたせいか急に9秒台が出なくなってますね、この12分の1ストック。2番手3番手ですね、尾崎 VS 柴田、こちらの差が急接近、0.1秒差ですね。さあ柴田が尾崎に襲いかかる、これは完全に見えない敵と戦っているこの2人。さあ柴田はどこで抜けるかはもう僕のボードでしか分かりません。さあ時間の方は5分経過、残り3分。さあもう これは飯沼のマシンもちょっと一気にパワーダウンか、またそうです10秒5ですね、もう目で見て分かるぐらい立ち上がりがないです、ノーパワーです。そうですね、後ろの尾崎選手の方がパワーがあります、ちょっとこれは充電をミスしてしまったのか。さあここで2番手に柴田が上がってきましたね、順位に変動があります。33周目で柴田が逆転、
柴田、尾崎ですね。その差 0.6 秒差。さあ、このままの勢いで柴田は飯沼に襲いかかれるか。さあ、時間のは6分経過、残り2分。さあ、完全後半勝負。さあ、この後半でも9秒台を出しているのがホワイトのマシンの柴田、9秒936。さあ、後半になってペースアップは柴田。さあ、前半貯金をいっぱい貯めた飯沼はどこまでこの貯金をセーブできるか。さあ、飯沼もまたここで9秒台だ、9秒973。さあ、飯沼10秒8、柴田10秒フラット、尾崎10秒2。やはり柴田が後半は一番速いですね。おっとと、今トップですよ、気をつけてください。しょうがないね、もうトップがもうヘロヘロ。さあ、ここで柴田が同一周回ですね。残り1分。その差が 3.6 秒。さあ、このし、白の柴田がその差を広げれば飯沼のおっと 2.6 秒。さあ、この差をどんどん広げれば逆転もあるよ。さあ、時間の方が約40秒、残り40秒。さあ、ラスパ。さあ、ここの3人の争いが非常に均衡してきそうです。残り30秒。さあ、尾崎さん、もう近くなったら後ろ来ますけど、まだ大丈夫。さあ、この周で逆転するんじゃないかと。おっと、柴田9秒8。まだ 0.7 秒差。頑張れ飯沼、10秒3。さあ、飯沼は持ちこたえられるか。残り10秒。さあ、その差 0.3 秒差。尾崎さんの後ろ2番手。さあ、ここで大時計は8分。まだレース中。前者レース中。さあ、ここで飯沼ゴール。さあ、最終周逆転があるか。ここは全開でいってもらいましょう。さあ、どうだ。おーっと、前者ゴール。先ほどのミスがちょっともったいなかった。トップゴールは飯沼、47周8分4秒。2番手柴田、3番手尾崎、お疲れ様でした。続いて、12分の1ストッククラス第2ヒート準備お願いします。おっと、なんか違うの入ったよ。あー、そうか。さあ、このヒート、高野、末吉、小森の3選手。さあ、気温も上昇し、モーターにも厳しく、さあ、路面にどういう影響を与えるのか。この最終予選第3ヒート、ワールド GT の組み合わせが掲示ボードに貼り出しされております。さあ、非常に天気が良くなってきたこのホワイトストーン EPSJ シリーズ再参戦。さあ、しかしこの中エアコンを入れると路面が非常に下がるというふうに言っていましたので、このまま行きましょう。さあ、あとは末吉さん行けます。はい、大丈夫です。ゆっくりでいいですよ。ポンダーは全車確認取れました。スタートオーダー、高野、末吉、小森。はい、飯沼さん、ありがとうございます。はい、コースマーシャルの方も準備が整いました。それでは12分の1ストックスタートしたいと思います。スタート5秒前。
1コース、2コース、3コース、さあ1周目9秒台で帰ってる選手が1名。さあトップは末吉、9秒552でオープニングラップを制する。ボディカラーはグリーン、ホワイト、現在コース中央、2番手高野も9秒562、末吉がおっと2周目で9秒30、さあ高野9秒80、末吉9秒66、小森9秒56、さあ非常にこの3台は近いところで走ってる。さあベストラップ読み上げていきましょう。末吉9秒30、高野9秒73、小森9秒46、さあ高野9秒5、うわちょっとミス、10秒2、さあこれで順位が6周目で入れ替わるでしょう。どうだ小森が来て、そうですね2番手に小森が上がってきましたね。末吉、小森、高野のオーダー。さあレースは7周目をクリア。さあ現在末吉のマシンは計測ラインからコース中央、グリーン、ホワイト、高速試験 CLC バナーを抜けてバックストレートに行くマシンが現在レースをリード。2番手、おっとここで9周目で、そうまださ差が開きましたね。いや、ん近すぎるな、突破の差が近いですね。末吉、小森の差が 0.4 秒。さあ縮めてますよ、こたつファクトリー 0.2 秒差。そうこたつのボディが2枚いるんですが、末吉の前は高野ですね、多分オレンジホイールが高野。さあ末吉が9秒4、高野も9秒4、ともりも9秒5、この3人は非常に近い。さあ高野選手ベストラップ更新9秒474、さあ末吉今の週も9秒5、小森9秒6、さあ前者が9秒456、非常に近いところでレースを進行中。はい、ありがとうございます。クリーンドライブ、おっと今の末吉ミス、もったいない。さあここで小森が前に出るでしょう、今のミスで。どうだ、おっと出ましたね。さあ小森が2番手、3番手高野、さあトップと2位との差が 0.3 万 0.3 秒差。さあその差が 0.2 秒差、おっとこれ末吉がコスチュミス。さあこれは痛い、末吉今大会かなりの意気込みを感じている末吉。さあここで末吉に代わってトップにいたのは小森、こたつファクトリーがレースをリード。さあ同じボディが、おっと飛んでしまったのが高野。さあ飛んでいない方が小森、現在バックストレートのホワイト、レッド、ブルーの現在コース中央の方が小森でレースをリード。さあ末吉の後ろから来るのがレースをリードの小森ですね。群馬から遠路はるばる来てもらっておりますこたつファクトリー、ミニッツの世界ではこの方を知らない人はいないでしょう。こたつファクトリー現在レースをリード、今の周も9秒7、末吉も9秒7、高野は9秒8。さあレースの方が3分30秒経過、3分30秒経過。さあ23周目を終えたところで小森、末吉、高野、さあレースの方は4分経過、残り4分、残り4分。さあ末吉の後ろトップですよ、末吉の後ろトップ気をつけてくださいね。クリーンドライブでお願いします。まだ大丈夫ですよこの感覚だったら。あった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 、お互いミスをしちゃうともったいないんでね、お互い綺麗にいきましょう。はい、ここでトップは変わるかな、どうかな、高野がどこまでいけるか、まだですね、うん、27周目を終えたところではトップ小森、2番手末吉。そうですね、小森選手はこのままいくと総合2番手、現在2番手の川崎選手へもうプレッシャーを与えられることができます。49周8分2秒というのがこちらに表示されてきました。
さあまた小森の後ろにいるのが、あ、違う、末吉の後ろが小森、この二人がやり合っております。しかし末吉もベストラップ早いですね。今の週も9秒7ですからね。お互い譲りたくないでしょうが、さあここで末吉がなんと3番手落ちてしまった。ベストラップはこのヒートでは唯一9秒30のベストを持っている末吉。さあ時間のは5分経過。さあ3番手にこたつファクトリーが総合3番手に落ちてきました。じりじりと落ちてきたのがこたつファクトリー。さあ後半、まだ現在中盤というですね、中盤ではどうだ、今の周が9秒8だとちょっと厳しいか。この日、12分の1ストックは何人切りですか。はい、12分の1ストックは4名切りですね。上位4名が A メイン。現在 A メイン確定は篠宮、川崎、さあ小森が確定できるか。4番手藤原、さあここに末吉もいます。末吉も5番手。この4、小森、藤原、末吉の差、総合タイムも非常に均衡しております。藤原、末吉の差は総合1秒差、小森、藤原の差は総合2秒差。さあ末吉がここで2番手にまた上がってきましたね。さあしかし前は小森なので煽る形、しかしここは開ける必要はまだない。ボード上は小森が前、しかしラップ返しで末吉の方が早い。さあどうする、たまらずここはどうする。さあクリーンですね、クリーンですね。そうです、まだ前は小森、小森、末吉。さあレースの方が間もなく残り1分。さあここは小森も譲りたくない。しかし前を出たいのが末吉。小森はこのまま行けば総合3番手。さあ末吉はこのまま行くと総合6番手。さあ高野はそのまま行くと総合5番手だ。総合トータル予想タイムは高野、末吉の差は 0.2 秒。さあレースの残り30秒。さあここで3台が、おっとここで高野がクリーンにパス、おっと末吉がミス。さあレースは残り20秒。オーダーは小森、末吉、高野。さあ46周目を回ったところで末吉がミス、これはもったいない。さあこれで楽になったのは小森、残り10秒。さあ47周をクリア、大時計は間もなく8分、ゴールというまで走行を続けてください。ここで大時計は8分、まだレース中。高野ゴール、末吉ゴール、さあ小森のみレース中。はい、全車ゴール。トップゴールはこたつファクトリー小森、49周8分5秒982で総合3番手、おめでとうございます。さあここでミスターボーダーとなってしまったのが高野選手。さあ藤原選手は4番手、 A 面確定でございます。さあ自分との戦いの上位4名、篠宮、川崎、小森、藤原、この4名。コースオープン、3名か、ごめんなさい失礼しました、3名ですね。篠宮、川崎、藤原の、先ほど走られた方はコースマーシャルです。先ほど走られた方はコースマーシャル、ご協力お願いします。ポンダーチェックはあとは篠宮。はい、全車 OK。 それではレーススタートしたいと思います。スタートオーダー、篠宮、川崎、藤原。あ、並べてもらっていいですか。はい、それではレーススタートしたいと思います。12分の1ストック最終ヒートよ、スタート5秒前。1コース、2コース、3コース、
さあ全車スタートとなりました。本日12分の1ストック最終ヒート最終予選、さあ1周目から9秒台は1名、さあ2名ですね。1、さあトップはもう白身9秒469。おっとここで藤原選手がスタック、大丈夫か。さあ今のは大幅なロスタイム。さあそんな中篠宮が飛ばす9秒356。さあ今の周出ました、9秒フラット9秒060でレースをリード。さあ2番手川崎9秒760、藤原9秒949。おっとここで川崎もコース中央でスタック。さあ川崎の後ろにもう篠見が来ます。はい、ありがとうございます。さあ篠見はどこまでいけるでしょうか。今の人も9秒48。さあもう全日本に標準を絞っての今回緊急参戦篠見選手、今の人も9秒298。あーっとコース中央川崎選手。さあこれで藤原が前に出たかな、どうかな、出たでしょう、出ましたね。はい、オーダー藤原川崎。さあしかしここでも篠見が9秒434、持ちタイムを更新できるでしょう、このままいけば。さあもう完璧な走り、本日練習なしで緊急参戦篠見。マシンは ホワイト、イエロー、ブルー、コース中央、CRC バナーからバックストレート、こちらがこのヒートレースをリード。さあこのままこの TQ を決めると EPSJ、開幕戦から3戦連続 TQ 獲得。さあ今の周も9秒244、さすが全日本チャンピオンといったところ。さあ時間のは2分経過、残り8分。おっとここでコース中央藤原大丈夫か、自力復帰できた。さあもう川崎の後ろに来てしまった篠宮、非常に速い。さあ今の周も9秒3、川崎9秒7、藤原9秒7。さあ時間の方は3分経過、残り5分。さあこれから中盤戦といったところ。さあ中盤戦どうだ、川崎は自己ベストに届く勢いでは走ってますね。9秒782藤原、川崎9秒756。さあ藤原がハーフスピン。さあ藤原もベストラップ更新9秒569、18周目でベストラップ更新ですね。さあまだまだ余力が残っている。さあ篠宮は今の周も9秒368、中盤でも9秒3。さあ藤原9秒7、川崎9秒7。あっとこれコース中央川崎がミス、コースクリア。さあ篠宮ただ一人9秒5以内で走ってますね。さすが篠宮、今の後ろ9秒6。さあ時間のは間もなく4分、折り返しの4分。さあ25周をいってるのは篠宮、藤原23周コンプリート、川崎も23周コンプリート。篠宮なんと篠宮は52周の数字が出てきました。52周ペース、なんと2番手の川崎に3周差、ハイスピードです。篠宮今の人も9秒437、もう全日本もこの勢いでいくでしょう、この男篠宮。このボディカラーは全日本でもぶっちぎりの速さを見せてくれるでしょう。ホワイト、イエロー、ブルーのマシン、現在バックストレート篠宮、オフロード全日本チャンピオンを経験している篠宮。さあコース中央川崎さんの後ろ、ありがとうございます。さあもうマシンが吸い付くように走っている、マシンは CRC、 CRC のマシンをブルーアルマイトにしているオリジナルの篠宮マシン。さあ今の周も9秒42、
藤原9秒7、川崎9秒9。さあ時間は5分経過、残り3分。おっとここで計測ラインで川崎が痛恨の転倒。さあトップの篠宮もハーフスピン、篠宮ハーフスピンして10秒2。さあこれで52周の数字が消えてしまった。51周。さあ52周に戻せるか篠宮。9秒5。さあ少し膠着してきたかこの上位3台のレース。藤原は自己ベスト更新できるか。49周8分7秒。さあ川崎は9秒8、藤原9秒8。さあ篠宮戻した9秒422。さあ藤原の後ろにトップ来ます。ありがとうございます。さあ非常に速いのが篠宮、アベレージは1人コンマ5秒から約コンマ7秒ぐらいですかね。アベレージで速そうですね、まあ、ベストラップもすでにコンマ5秒速いです。さあ時間のは6分30秒、残り1分30秒。さあトップの篠宮はどこまでいけるか。52周の数字がまたチラチラしてきたぞ。9秒8、藤原9秒9。はい、そうですね、大幅に。今でも篠宮選手は持ちタイムが51周8分9秒なので5秒は上回ってきそうです。さあトップの篠宮、はい、ありがとうございます。さあ川崎さんもついていきましょう。ラップ開始です。残り1分。トップの篠宮バックストレートからコース中央、ホワイト、イエロー、ブルーのマシン、高速試験員からバックストレートに行くのが現在レースをリード。さあ2番手は藤原、レッド、ホワイト。さあその前を行くイエロー、ブルー、ホワイトのは川崎。さあ残り30秒ですね、残り30秒。さあ篠宮は52周は届かないが自己ベストを大幅に更新しそうだ。残り20秒。残り10秒。もう1周といったところか。もう1周、もう2周いけるか篠宮。9秒5、9秒9。ここで大時計は8分。篠宮ゴール、藤原、川崎全車ゴール、おめでとうございます。トップゴールは篠宮、51周8分5秒631で大幅ベスト更新、おめでとうございます。12分の1ストック敵なし篠宮。続いて12分の1モディファイクラスに移りたいと思います。さあいよいよ、さあ本日の最後方12分の1モデファイドクラスの戦いに始まります。さあいよいよモデファイドクラス始まります。さあこの中でトップゴールした人が A 名に残るということになるのかな。さあこの次のヒートの3名はめちゃめちゃ早いので、この中でまずトップゴールするのが最低条件。さあコースオーナーどこまでいけるか。このヒートはさあ全日本ファイナル経験者ということでいきますと、鈴木康介チーム CRC ドライバーが今暫定の4番手にいますが、地元勢頑張ってほしい渡辺、小笠原出走順。小笠原なんか応援がいますよ、応援が、地元の応援がいる中どこまでいけるか。この2人、はい、鈴木康介、渡辺、小笠原の順でスタートになります。さあお客さんも見ている中、小笠原
どこまでいけるか。さあ鈴木康介、優吾、隼人、トト、食えるか。それではスタートコール入ります。康介スタート、渡辺スタート、小笠原スタート。さあ順位1モデファイドクラスが今スタートしました。やった、1周目渡辺がトップに戻ってきた。さあ千賀応援、渡辺地元。さあなんとか頑張ってほしい。さあしかし今回遠征勢の、モデファイはほとんどの選手がもうチームドライバー。そこで地元、あーっと鈴木康介大きく今マシンを、あ、岡原さんか、似てるね康介のとね。あ、康介白いボディになってんだね。さあレースのは白一色。さあチーム CRC の鈴木康介、10、あーっとまさかの康介ミスター。そこでグルー、あ、いやもういいや、もう多分このタイムがいいよ。 1.5 秒ロスってるからよしにしましょう。さあ鈴木康介のベストが8秒22、康介8秒22のベスト。渡辺が、本日の最速ですね。渡辺選手としては8秒5まで上がっております。渡辺選手8秒5。さあ東北の力を見せる渡辺、車よく走ってますね。攻めている渡辺。さあトップは鈴木康介、ベストラップも上がってきた。8秒17まで上げてきた鈴木康介、白いボディ。今のラップも2.0。さあなんとか一旦でもね、最初ヒートの3人の1人でも食いたいところ鈴木康介。さあこれで前方クリア。さあ大きなミスがなければ可能性は十分にある鈴木康介。あー、今年の全日本でもファイナルを狙っていく上ではやっぱりこういうところでも確実にね8分間走り切るのが大事になってくる鈴木康介。さあ今のラップ8秒18、8秒18、あとは8秒フラットまで欲しいか、8秒フラットまで欲しいところ。今のところゴール予想が、58周の7秒、3番手まであと4秒。さあもちろんマシンは CRC XTIWC ですね。今2号、ちょっと油断するとね巻きますのでね、ここ難しいところ。依然ゴール予想が58周の7秒と出ております。渡辺選手が今最新ラップ8秒7、2番手渡辺選手最新ラップ8秒7。そしてこの後にモデファイ第2ヒート、終わりますと全ての予選が終了、決勝という流れになっておりますのでね、準備の方進めてください。ストックの方も結果張り出しております。ストック C メインないです。A メインと B メインで行います。 B メインから勝ち上がり1名ありますのでね、どのクラスも B メインの選手、勝ち上がる自信のある人は A メインの分の電池も充電しておいてください。 A メインちなみに2回ありますので。さあ鈴木康介ほとんど8秒3で、周回しております。ゴール予想ちょっと上がって58の7秒。トップのマシン今コントロールラインを通過、8秒23。渡辺選手9秒フラット。あー、めくれた。マシャル気をつけてください。来ますよ、トップ来ます。はい、ありがとうございます。さあ大時計が4分30秒、4分30秒。さあモデファイドクラス第1ヒート、鈴木康介どこまでタイムを伸ばしていけるのか。2度ほどミスはありますがね、
さあ渡辺選手も頑張ってほしい。最新ラップ9秒フラット、コウスケ8秒3。さあ8秒20、残り3分、ゴール予想は58周7秒のまま。サックして、ああ壊れてるという。さあここで、おっと、東北勢が操縦台の上2人反省しております、地元の人に終わった後謝ってください。応援に来ていたんですが走りきれず。さあトップは鈴木康介、8秒24。それを見つめる親父2人。康介8秒23、まもなく6分、8秒25。さあここで8秒160はベストラップを更新、8秒160ベストラップ更新。残り1分半。8秒25、しかしゴール予想58周7秒から変わらず。さあこのペースで走っても全体の4番手。さあこの次のヒートの3人のタイムには届かない。さあそれでも決勝に向けてここは頑張っておきたい。8秒31。8秒27、残り1分。8秒16、ここで残り50�秒。残り40秒。さあそれでも、さあ3番手までまだ厳しいが、またここで8秒16、残り30秒。残り15秒、56周目。57周目、これが最終でしょう。タイムは更新できずか。さあこれでゴールになります。57周00秒ですね。57周00秒でゴール。決勝に期待です。さあそれではいよいよ本日の最終予選、モディファイドクラストップ3の最後の予選、モディファイドクラスの第2ヒート。さあランキングトップ早田選手、そして第2戦の優勝者江袋トト選手、そして全日本に向けてさあ12モードに切り替わった長島優吾選手の3台、2014年度12分の1全日本選手権、3人ともファイナル選手です。意地の戦いになります。現在はトトがトップをマークしておりますが、トトもこれは抜かれるタイムと、ポンダーチェック OK。 ここはレースの駆け引きが出てくると思います。そのこの3台タイム差がほとんどないので、1台ずつギリギリまで間隔を空けてスタートします。さあ周回では江袋トト59周の8秒が今最速。いい、遠藤監督は優吾の動きがいいと。そしてベストラップではただ一人7秒台をマークしているのがさあ全日本チャンプ石岡隼人。ただ
ベストラップではありませんからどうなるか。スタート順です。トト、ユーゴ、ハヤトです。一応逆にしといて、うん、トト、ユーゴ、ハヤト。スタートはギリギリまで間隔を空けます。それでは本日の予選最後になります。モディファイドクラス第2ヒートです。トトスタート、ユーゴスタート、ハヤトスタート。かなり間空いてるからね。これが詰まってくるようだとその人はダメだということになりますよね。1周目ハヤト選手がトップ。もうはっきり言って分かんないですからね。1周目全員8秒3。長島優吾が自己ベストを更新、8秒000。2人目の7秒台が見えてくる。ハヤトが8秒10。もうベストラップ変わんない。出ました、ハヤト選手7秒99。さあボディがちょっと低いか遠藤選手、あれはそれでも8秒フラットで周回。あー優吾ダメだ、それはダメ、あ危ない、気をつけて。さあ優吾もうこれでもう自己ベスト厳しいかな、遠藤さんまだいける、壊れてなきゃね。さあトップはハヤト、2番手がトト。今回ハヤトが飛ばしている。ここで7秒993、ハヤト選手画面でとうとう60周と表示されております。問題は北川さん後半ですよね。さあ前半はまあだいたい4分までハヤト選手の方が早いんです。とうとうは後半どこまで差を詰めていくか。さあハヤトがほとんど8秒フラット、ゴール予想が60周の5秒まで上がっております。さあこの時点でトトとハヤトが 1.6 秒差がついた。いいと思うよ、00だもん、000だ。いけるともん、ユーゴの車の動き。さあハヤトが8秒フラット、トトが8秒12、最新ラップ。トトとハヤトが 1.7 秒。さあトトもここで焦ると大体ミスるからね、自分のペースを保つ。さあハヤトもワンミスで順位が大きく変わります。さあここでトップまたベストを更新、7秒930。さあこのタイムはこのコースでなかなかこの先も破る選手がほとんど出ないぐらいのタイムを出している。破れるとしたらやっぱりコースオーナー小笠原選手でしょうね間違いない。さあトトがここでベスト、トト8秒08。しかしハヤトこの周回も7秒、トト8秒1。さあこの周回でトト最大の 2.7 秒差。そしてハヤトのゴール予想がさらに速くなり60周の4秒。60周も抜けるのはこの先小笠原選手だけでしょうね、間違いないね。さあハヤトとトトのた、さあこの周回で 2.7 秒差、トトが8秒今ミスった、8秒62。それに対してハヤトが8秒フラット、その差また広がり 3.3 秒。さあ全日本チャンプ意地の逆転 TQ なるか。そして今年チャンピオン狙っているとうとうトップが7秒86、7秒8までいきます。さあ驚異的なペースで走っているトップ。さあただね今年のさあチーム CRC 電池が8000馬力あるので 100% 足りませんが、ミスったらおしまいです。今の周も縁石に乗りながら7秒9。ここは冷静に戻るか、今のでどのくらいのロスか、約1秒ロス。それでもトップと 3.5 秒差あります。 3.5 秒の差は厳しいか。トト必死にここで8秒1をマーク。トトのゴール予想も59周の5秒と自己ベストで来ております。ただトップのマシン依然60周と表示されている。
トトが8秒1、ハヤト8秒フラット。さあ沈黙のレース。さあ全日本チャンプを今年も狙っているこの2人の戦い、ユーゴが脱落したのは残念ですが、決勝はユーゴにも期待。ユーゴが全体の、ね、ベストだけでいくと2番目に速い8秒000を持っている。さあとうとうトップのマシンが、さあトトの後ろに近づいてくる。残り3分。さあこんだけ離れてると無理する必要はないんですが、遠藤さん、ここで力を抜かないのがあの選手ですよね。さあトップと2番手 4.5 秒差、トップ8秒2。逆にトトが今のラップでベスト、トト8秒02、ハヤトが8秒07、 4.4 秒差。さあハヤト8秒フラット変わらず、結構車がギリギリのところでやってるような感じですね。トトが今ちょっとミスった、ハヤトもミスったので、その差変わらず 4.5 秒。トトの合流走は依然59周5秒、トップのマシンは依然60周の6秒。残り2分。さあこの時間になると多分2台のほとんど差がないかな、もうタイム差は。トトが今8秒フラット、ハヤト8秒1、 4.86 秒差と出ております。残り1分30秒。今の周回はともに8秒2、トト8秒1、ハヤト8秒3、その差 4.4 秒。ハヤト8秒フラット、その差 4.6 秒。トト8秒1に戻したが、ハヤトが8秒03。ともに8秒1できた。残り50秒。さあトップがここで59周の00秒に落ちます。しかしこのままいくと大きく、さあトップのタイムを更新。しかし大きさとはそれぐるーって回っていいよ。これで1秒から2秒ぐらいロスかな。1秒ぐらいですね。あ、 1.5 秒ぐらいか。 1.5 秒ロス。残り30秒。トトが3秒差まで詰まる。トトここで8秒フラットをマーク、ハヤトが8秒1。さあ先ほどのミスで 2.8 秒までは縮まったんですが、これは決勝が楽しみですね。北川さん、決勝は多分ユーゴが入ってきますので。さあここで8分。すごい、2人とも59周に入った。この2人だけです今日59周入ったのは。トトゴール、ハヤトゴール、全車ゴール、なんと2人とも59周です。59周をマーク。はい、コース内の時計で14時40分から F1 の B メインです。すべて B メインから行います。なぜかというと勝ち上がりからですね。勝ち上がりがあります。 B メインの選手最大で決勝3回走れます。